安国寺家系は、戦国時代から安土桃山時代にかけての臨済宗の僧で、武将及び、外交像。道号は、陽はじめ、皇位皆は栄慶、号は一人祭、または正教。一般に広く知られる安国寺家系の名は、従事した寺の名に由来する別名であり、禅僧としての名乗りは、陽はじめ栄慶という、毛利氏に仕える外交像として、 豊臣秀吉との交渉窓口となり、豊臣政権においては秀吉からも、治療をもらって大名に取り立てられたとするのが、通説だが、異説もある。出自が、秋武田氏の一族であることは確定しているが、青年、父親には、諸説があり、前者は、天文六年、1537年とも、天文八年、1539年とも言われる。また、後者については、 武田信重を父とする説と、信重の父である、友野茂清を父とする説とが存在する。天文十年、毛利元成の攻撃で、秋武田氏が滅亡すると、家臣に連れられて脱出し、秋の暗黒寺に入って出家した。その後、京都の東福寺に入り、実句も江心の弟子となる。江心は、毛利隆元と信仰があったため、これが、 きっかけとなり、毛利氏と関係を持つこととなった。そうとしては、天正2年に、秋安国寺の十字となり、後に、東福寺、南禅寺の十字にもなり、中央禅林最高の位にもついた。慶長4年には、県民寺の最高にも尽力している。この他、宝城寺、両禅寺といった寺院を再興し、大内義高が建立した両運寺仏殿を安国寺に移築するなどした。 一方、毛利氏が絵心に消えしていた関係から、早くに毛利氏家に仕える外交像となる。大友総林との多福口の合戦において、博多の町州に掘り70日分の工事を命じるなどの活動が参見される。A61 年の大友家との合戦では夜景も従軍し、諸豪族を毛利側の味方とするために障害を行い貢献した。元気2年6月には、 毛利元成の書状を携えて上京し、室町幕府将軍、足利義明に対して、大友や、浦上や、三好家との和議の圧戦を依頼したが、吉明が三好との調停に難色を示し部長に終わった。しかし、翌元期3年には、三好を除いた、大友、浦上との講和については吉明が了承し、再度上京して10月には、大友、 浦上良家との和議の圧戦に成功した。天正元年、織田信長によって、京都を追放された義明は一旦美和省に、退いたが、本願寺県女らの仲介もあり、三好義継の夜和歌江城へ移り、11月5日には、泉国の堺に移った。堺に移ると、信長の元から橋場秀吉と、朝山日常が使者として訪れ、義明の帰京を要請した。この会談には、 毛利氏社として、エッケーも参加した。しかし、吉明が信長からの人質提出を求めるなどしたため交渉は決裂。この時、エッケーは吉明が最国に来ないよう要望している。天正四年に、足利義明がビンゴ国もに移ってきた後も、宇喜キ直家と断交し、織田信長と結ぶべきと主張していたが、受け入れられなかった。天正十年、毛利氏が、 橋場秀吉と備中高松城で退陣していた最中に本能寺の変が起き、織田信長が押しした。この時秀吉は、その事実を隠して、毛利氏に割情を要求していた備中ちを三び坂ご、み出雲を、高松城主、清水ず総寺の切腹を条件に、備中三ゅ坂みまとする和睦案を提示し、え慶は、その和睦を取りまとめた。 天正11年8月22日、毛利照元の家臣に送った手紙で老母の離病を理由に、栄計が境目についての会合に不参加を表明している。公務を投げ出しても母を見取り、その危機を救うのが一般的な東大の母子の実像であった。また、本能寺の変の事実判明後の7月、講和交渉が再開した際には、和睦がならずもう年家が滅ぼされた時には、 小早川秀勝、吉川博家を秀吉の家臣に取り立ててほしいとも願い出ている。結局、両名を人質として出すことと引き換えに、毛利氏の両国は認められた。エッケーは秀吉がこれから躍進することを予測して、進んでは僕を取りまとめたとされ、彼の信任を得た。天正13年に1月、毛利氏が秀吉に正式に侵入する際の交渉を務めて、 秀吉から称賛された。この頃すでに、秀吉側近となっていた絵景は、四国征伐後、伊予国脇軍に二万三千国を与えられ、天正十四年の秀吉の九州征伐後は六万国に、加増され、そうでありながら、豊臣大名という異例の一夫となった。絵景本人の六ではないが、暗黒寺にも、天正十九年一万千国の事業が与えられている。また、 英慶は、秀吉の側近も兼ねることとなり、天正13年12月7日には、九州征伐に先立ち黒田義隆、宮城隆夫と共に、大友氏、毛利氏の和睦締結、九州諸将への指示伝達のため九州に派遣されるなどしたほか、秀吉の命令で行われた県地、五福島神社の戦場閣など、作事の武行を務めている。 武将としても小田原征伐に兵を率いて参陣し、天正18年3月には、脇坂安寺、長宗壁元下と共に、清水康秀が守る下田城を攻め、1ヶ月の牢城戦の後これを陥落させている。この時内陸の横川に対して、制察を出し、水軍将兵の同地での乱暴牢石を禁じている。肥後国人一揆が起こった際には、芸州州からなる。 第二陣の将として、阿波や、古史、伊勢、織田、日野ら毛利家臣の兵を率いて、小早川秀勝、立花宗茂、鍋島直茂、筑紫広角らの第一陣に続いた。第一陣諸将と共に変春、近雪、和に近ザの籠もる田中城を攻めた際には、変春氏を内容させて、落城に導いたほか、など三歩を、傍章として活躍した。戦後は、 ささなりまさ、和日近ざらの除名を嘆願するが、果たせなかった。朝鮮出兵においては、小早川高影率いる六番隊として都会し、全羅道の攻略を担当、占領地の支配も行った。この間、夏に酒を冷やす蔵まであると朝鮮の兵糧の豊,狼の豊かさに共嘆する文章を送ったり、現地の子供を集めいろ派を教え、髪型を、 日本風に会させ召し使うなどの活動が参見する。戦闘にも参加しており、中世道で決起した朝、長剣、霊慶らの死軍を、立花胸茂と共に、金山に撃破し、両面を討ち取っている。栄慶は、毛利一族の中では親秀吉派の中心であった、小早川隆景に近く、文六年間に、秀吉が描画した際には、その回復を、小早川家茂信。 山田某に伝え、同じ書状で高影の隠居に関しても連絡するなど、秀吉と高影との間を連絡する活動を行っており、高影が死去すると毛利が消しされかねないと、将来を危ぶんだ。栄敬の器具は的中し、自身も小早川氏と並ぶ毛利氏の支柱であった、吉川広井と対立した、慶長五年の関ヶ原の戦いでは懇意であった、石田三成と通じて西軍に組みし、 毛利一族の当主、毛利輝元を、西軍の総大将として担ぎ出すことに成功した。9月15日の関ヶ原における合戦では、毛利秀元、吉川広家と共に、徳川家康軍の後方に牙700、足軽3000という部隊で陣取った。馬印は天外、旗は白地に一文字を使用した。が、前に布陣する広家が家康に密かに通じて、 毛利軍の参戦を阻んだため、家臣、死因の動機を派遣してといただすも広い家に言い抜けられ、結局戦闘に参加することなく、西軍は敗北した。敗北後、栄慶は、一旦、毛利本家の陣に赴き、吉川広家に悟され逃亡し、倉間寺、下妻来連の婿である丹坊、名マが十字である、本願寺と角われ、京都の六条編に潜んでいたが、 奥平信政隊の鳥居新章に捕獲され、大津にいた家康の陣所に送られた。10月1日、西軍首脳の一人として、六条河原野に手残首され、石田三成、小西行長と共に教主に処せられた。去年62、または64、墓所は県民寺本坊内の庭に首塚があり、広島の不動院にも墓がある。 安国寺恵恵については二つの像が語られている。一つは、毛利氏に外交像として使え、その権力中枢の一員となっていたとする見方である。もう一つは、豊臣秀吉から治業を与えられ、豊臣政権において六万国の大名になったとする説である。恵恵を大名とする見方は、廃絶録に恵恵に関する記述が存在し、明治以降の歴史学でも、 当然のように恵計は大名としてみなされてきた。その一方で、1970年代から進んだ、食法機の毛利氏の権力構造の研究の中で、恵計は、天正13年以後も、ホ田元モト福原博ロら他の毛利氏年寄よりと共に、毛利氏発給の文書に署名している事実が、指摘されてはいたが、この二つの恵計像の食い違いについては、関心が払われていなかった。 これに関して、津の道明は AK が大名に取り立てられたとする従来の考えに疑問を提した。まず、陰徳記に記された四国国分寺に与えられたとされる、伊予国二万三千国や、廃絶録に記された六万国は裏付けとなる資料が存在しないこと、実在する、天正十九年三月十三日付安国寺宛、秀吉主因目録事業の宛先も、 暗黒寺宛てとなっており、恵恵本人の所領か、寺院としての暗黒寺の所領か不明であることから、恵恵を大名とみなす証拠にはならないとした。さらに文録の役において恵恵が朝鮮に渡った事実を確認できるにもかかわらず、同役の陣立書には恵恵の名前が見られないことなどを挙げて恵恵が大名で、あることを否定し、反対に恵恵が他の重臣とともに発球に関わったもおり死中の、 文書が文六年間にも存在すること、エケ恵自身が秀吉に雇われた関係であると述べた、書状が存在することから、エケ恵は、秀吉との間には一種の雇用関係が存在したが、その身分は、毛利照本と主従関係を結んだ毛利鹿心であり、時代が下るにつれて、毛利氏家中における彼の立場が強化されていったと、した。この角の説に対して、藤田達夫は、 もう年家中には小早川高景の事例があり、絵慶も同様の事例であるとして、絵慶大名説を打倒とする立場からの批判を行ったが、これに対して、角は文禄の役の陣立書に、小早川の名前はあるが絵慶の名前はなく、同列には扱えないとした上で、さらに、紀元寿号日記慶長5年8月5日上に、毛利内、安国寺、微州出陣千人とうんぬん。 東郷まかりむか通り、領とあり、義援が栄慶を独立した大名とみなしていなかったこと、関ヶ原の戦いにおいて、栄慶の兵力とされる兵が実際には、毛利軍の兵力であったとする反論を行っている。テレビドラーマ映画、ありがとうございます。